Please select your character. Ragnar the Bloody. さて、ネルカワチーム対リバーサルスタジオジャパン、準決勝をかけた試合となります。マサト P 対出てくるはサガット、サガットって言ったらダメですね。ハガシ、ハガシですね。まあ言ったら司さんですね。さて、僕やでっつって、はい、僕やでのミュー対マサト P。 マサトさんも今日やたらニューと対戦してる気がしますね。さて、歩いてきたラグナさん。さて、開幕テーラブラックサイズ押し込んでいく。さて、ノリノリであったがジャンピーをかぶせられて 4B から。さて、ツカサさんは装備強化型、コンボは高い。オンラインゲームとかでもね、課金しないと装備弱いんで、スカさん課金してるんで大丈夫です。さて、ジャンシーが強くて 6D から、俺はコンボが繋がってない。しかし押し切って、押し切って、うやむやにして、しかしコンボすらできないが、けん。さて、ジャンエクテク、このうやむやが青の力なんでしょうか。さて、ヘルソング、さて、装備の力で切り返していきたい。半角取られてないのにバースト、画面足が欲しい。俺は画面足が欲しい。かかと落としてガロして、ガロして、裏回って D は当たってしまい、とりあえずダウンからブラッツサイズは前に進まない。さて、一向に前に進まない。さて、この男何がしてるか。さて、ここは変身をうまく使って、すごいですね、割と出ますね。3600リバーサーガンダッシュ 5B から、少し勝利にビビってしまったが、ガーキャンから、ガーキャン、ここはジャイアン空対空で競り勝って、昇竜がスーパー役に化けて、ハーデスが通って、かかる落としからめくりサイズはガードからサイズ、サイズ、サイズが止まらない。さーて、ここで暴れ潰し、暴れ潰し。さーて、 4B が届いてなくてジャーシーが当たったが確認できず、 CT もしっかり貼って、しかしこすり勝ったのはマーサド B。 あれですね、なんかどっかの、あのブルレボとかで見た、あの紹介文とかに殺す気がすごいって書いてるみたいな、殺す気がすごいってやつ。オーラではない。Please select your character. はい、対して、天地さん対カズさんですね。リーチをかけたカズさんがここで勝つか。お疲れ。ハクメン。剥がしが負けたので剥がされに行くのか。さて、どうなるでしょうか。椿白麺まだ今作見てないですね。前作は割と椿側もいけたみたいなことを聞いたんですが、ガーフがなくなったんでそこら辺分かりませんね。さて、開幕オーバードライブ、お互いに開幕オーバードライブ、ゲージをモリモリ溜めて、白麺の空中オーバードライブがかっこいいんですよね、なんか。さて、開幕ぶっこんでいく。白面のこうアギトという技が非常に強い技で、
どうなるかっていう感じなんですが、ここでジャン CC が地上生クレイしてしまって、ダメ足に美味しい展開で持っていって、パンナイはしっかり飛んでから 6C ジャンキャンからアテミはしっかり投げる、投げから3000、ね、固めてスライがホタルで切り返す、ジャン西護衛のルートをしっかり使ってホタルから3000、変なところで昇竜が当たってしまい少し厳しい策だったが、投げも抜けてホタルからのなんですからバースが溜まって、ここは溜まらずバースを当て身でしっかり取って、ここはガーキャン堅実に間合いを詰めていく、しかし B 剣が当たってしまい美味しいダメージになってしまう。2891リバーサー 6B からのオーバードライブですごい剥がしでしたね、今のはあれは剥がしですね、あれがリバーサルですね、さすがです。さてリバーサルコードを通した後にテーナジャンにし、さて 6A のリターンとかもすごい増えたんですよね、今作は前作は全然減らなかったですけど、廉価が2段目当たしまい1700、ジャンビー相変わらず強い、この技からアドリブでしっかりと2000ほどダメージを取って、上にやっぱ分かってるぞと、僕クー投げアギトはでランティスは潰されてしまい、少しゲージが惜しいが投げもしっかり抜けて、白面っていうのはやっぱりガードが硬いとすごいプレッシャーにはなりますよね。ここはタックルを見てからしっかり 2D で飛び道具もしっかり空中チョークがアギトで総裁させようとしたところをしっかり差し込んで、置き攻めはさてディレイ投げからここで回そう。さて奇襲にタックルが勝ってしまい、これは2CC ジャン CC で白面にマーカラシュグ。さて最終ラウンド、3C の硬直を 2D でかき消して、これあったまりムーブ、相手にしたらたまらない。で 6B 空中直下、さて奇襲連歌が当たって、これは2ループ、さて 6B は飛んでいる、 2D も分かっていて投げて2930から投げは飛んでる、直がイレッパー、直がファジーウエイレッパーというんですよね、非常に上手です。チャンシー単発1300は伊達じゃない。さてゲージを使って昇竜からしっかり減らして2645、空対空セリー勝ってゲージを使ってダメージを底上げしていく、割とペーダコン補正キツっても入るんですね、コンボ時間の問題だからですかね。さーて6秒飛んでいるバースト、さて2見てから取れんのかと、しかしここでバーストミス、これは剥がしですね完璧に剥がされましたね。2D 取れんのかっつってこう突進をバッバッつってたら罰が下りましたね今。バーストガードしたけどさ、バーストガードしたけどバーストのヒットストップが長すぎて反撃できない。 Please select your character。
さて、僕屋でを剥がしたマサトピー対カズさんを剥がした天地さん、どちらの剥がしが上か見せていただきたい。さて、どちらの剥がしが上か決めていただきましょう。マサトピー対天地拓民。さて、開幕オーバードライブやる気満々、ゲージは4つ。さて、6A から欲張りな 6B から 2,000 のダメージをゲットして、あ、はい、わかりました。はい、景品の方、店長の方から預かります。3位まではあるんで頑張ってください。はい、体力は5分の状況ですが、5分、少々白面が有利ですが、ヘルゾーンが追加から、さてリーバーサードで切り返して、弾かまってらんねえと、バースでラウナが追い返していく、テイクセグから 2B を差し込んで、さて補正切りのハーデスはしっかりと2位で確定を取って、前転は許さねえぞと椿で殺しきる。まさか本気では、今作なんか白面の単発火力がすごい高くて、椿とかすごい盛りって減るんですよね。さて、OD に確定の 5B を取られていくが、まあゲージが溜まれば問題ないと。さて、受け身を取らないからアーギトまで入って、逃がさねえぞと。しかし確定ポイントにハーデスでカウンターを取っていく、新しい。さて、リバーサゴーディー、俺に何が通用するのかと試されていますね、これは。さて、アギトからの斬鉄からバーストを取る。さて、何が起こるか分からない。さて、着地に闇食い、しかし全然回復しない。最後はアギト、この技で締めて勝ったのはリバーサルスタジオジャパンですね。決勝にリバーサルスタジオジャパンが駒を進めました。さて、2つ目の決勝をかけた試合、ピャーさん、はい、ピャーピャー手挙げてください。で、やらかすさん、はい、はいはい、これからだ。Please select your character. Noel Vermillion. はい、2つ目の決勝をかけた試合ですね。エルランノエル対漆黒人のチームに対して、金字刑事を倒してきたマトイタオカかケダコプラチナチーム。ちなみに昨日、けだこさんのツイッターの募集はリツイートさせていただきました。さて、開幕戦法出てくるはエルランドル対けだこプラチナ。さて、強気な空投げ。さて、ジャンディーで落として空投げから3200、割といいダメージを出して、このフライパンで叩き落ちるようになったのは空対空からのダメージ底上げというか、そういう感じですごいいいですよね。さて、マギーか。さて、ジャーニッシュをぶち当てて引かし、体力リードはエルランのいる中段に暴れていたが、暴れが通らず、ラーピットからマズルの1500固定ダメージで
素晴らしきれい。戦闘役って何考えてるんでしょうね、本当に。割と強いですよね、戦闘役っていうのは。さて、いつも通りの高温5選択で2600。さて、空対空競り勝って、ブルームトリガー。さて、めくりネタは見えなくて、タックルもしっかり避けたが、マミサが当たらない。宝石ギルの 6B が当たってしまって、これはラビットから1500。そこら辺の調費より減りますからね、1500って。割といい技だとは思うんですが、なんか陣限定で 6C マズルが入るらしくて、ノエルは 6B を振ると陣が5000ダメージを食らうという。さて、リーチをかけた漆黒チームに対して、出てくるはここまでいろんな人をね、なぎ倒してきた。まといたほうか。ここで一矢報いてほしいものです、漆黒さんに。さて、ジンタオカか見ていきましょう。さて、開幕お互いに距離を離して、とりあえず猫魔球飛翔剣、お互いに飛び道具を散らしていく。やはりダンシングエッジを刺したいタオカに対して、どういう技の振り方をするというのが鍵になるんですが、ここはしっかり顔を伏せて、そこにロケタイク。顔隠しとか割となんか細かいダメージが蓄積されて、気づけば体力がないみたいなことは割とあるんですが、それを除いても普通に火力が高いんで困るんですよ。さーて、アンコールを生かした片目でじわじわと体力優位を進めていくのは、まあといたほうか。アンコールアンコール。さーて、ガミ足のこのめくりネタは前作から変わってない。これは超いじめで死にますね。ヘクサ締めで4200、あれといいダメージ。さて、ジャンシー引っ掛けた。ジャンシーがほんと見た目より割と強くて、ジャンシーが主体なんですが、あれが当たると割と減るんですよね。ロケしっかり上を見て、前作からね、まあ鳥さんはすごい人対策とかが上手いんで分かってるでしょう。緑内から減るんですよね、このキャラ。さて、2900、状況重視から固めて、固めて暴れつぶし。ジャンビが当たって、ジャン 2B かな、タオがつかないとわからないんですが、ジャン2C を通して、これはワンチャンス。 2C からジャン 2C、 ジャン 2C 反撃、暴れを 2B で潰してバースト。さて、ボーリングに自ら突っ込んでいく。さて、ジャン氏が強いがアドリブしきれなくて、お互いに苦しい状況だが、レンジャー状態でアンコールが去ってしまい、勝ったのはマートイタコか。さて、エルランノエル、ここでね、決勝をかけた試合、さて、決勝をかけた試合、前作はなんか割とマトイさんがノエルにハゲていたんですが、
今作はさすがに 2D とか 4D が弱体化してしまったので、どういうとこなんでしょうか。さて大将戦開幕、引っ掛けたのはマートイさん。しかし猫にが使って、しかしもうワンチャン、ジャンシュー引っ掛けて、ワールドヒル3100、状況重視からバリガで離して、離したい離したい。さてこの距離調整が完璧でしたね。今 2D がめくりになってワンチャンス、もうワンチャンス、ここはしっかりヘクサで割り込んで、ジャンディで叩き落としてたまらずバスト。エルランなら何かやってくれそうな気がしてきた。風投げを通して神足連合からめくりネタはつながってないが、とりあえず中央に戻すという形ですが、とりあえずいいでしょう。それジャーシーが引っかかったが、バーストさーて、ここでランシング1が刺さってしまい、ラッピーキャンを経由して功労しきる。さて割とワンチャンが見えそうなこの組み合わせ、エルワンがどのようにしていくか。めくりさん、足がカウンター、運ばれて割りが張って固めて固めて、ガンが刺さってガメ足アンコール2D で避けてタックル、さて空内が刺さってしまい、ここで補正が切れて、ちょっと補正計算を見せたか。投げは抜けてワンチャン掴みたい、しかしゴーエが2に使ってアンコール、ラピキャンからここでバースト、さてジャンエン空内空、これはうまい、ダウンを取ってゴービーがカウンター、がコンボミス。勝ったのはマート1チームです。それじゃ あ、 決勝戦の前に3位決定戦いきましょうか。冷静になるんですが申し訳ないです。ピャー対ネルカバ、ピャー対ネルカバ、はい、ネルカバじゃんけんしてください。早く育てるニャスよ。え？